次はキャニディアの悩みやろうか。こいつ怪しいやつだったんだよな。人を助けるための薬が必要なのっていう。はい。モンスターの群れが雪原に住み着いて薬草が収穫できなくなったと女性から相談を受ける。彼女の代わりにモンスターを倒してこよう。いいよ。行ったる行ったる。お、なんだ？なになに？あ、力を！あはは！何したどうしたの力を。こんなん漏らすわ。よし。落ち着いた。怖いわ。落ち着いてないから。大丈夫ですか？これ強制イベントだな。あれは脅したようにも受け取られんで。あ、いや、俺は。あれあれ？何何これ？大丈夫か？ああ、すまない。大丈夫だよ。急いでたようだけど、何かあったのか？え？ああ、そうだ。事故が起きて、助けを呼びに来たんだよ。お、事故？事故？玄武大雪原の近くに採掘現場があるんだが、そこで落石事故が起きて、何人かが生き埋めになってるんだ。それはあかん。残った作業員だけじゃ、岩をどかすことができなくてさ。応援を呼びに来たんだけど。岩、どかすの？近い近い近い。モンスターが喋った。大丈夫や。ジカラオはモンスターじゃなくてブレイドなんだ。だから怖がる必要はない。ジカラオにスポットライトが当たってるね。別に食われたりしないから落ち着けって。じゃああんたらドライバーか？まあそうだけど。ちょうどいい。だったら救助の手伝いを。いいよ。俺やる。歯がむき出しだもんな。張り切ってた。なんだ、どうして走り出したんだ？待てよ、力を。一人行っちゃダメだよ。もしかして救助に駆られるよ。どうせ引き受けるつもりだったんだ。一緒に行こう。怪物の心。これあれかな？もしかしてレアブレードって確かさ、なんか一人一人に専用のクエストあるよね。これジカラオの専用クエストかな、もしかして。ああ、じゃあちょっとこれアクティブでやってみようか。行きましょう。玄武大雪原か。スキップトラベルの方が早いね。あ、このあたりか。あー、下だね。これ。こっちも大丈夫かな？こんくらいなら大丈夫か。あー、いけるかな？よ、大丈夫だった。力はあれ、あそこは落石の現場だ。あの中に人が閉じ込められとるんか？今助ける。いっけ、力を。いや、でかすぎない？俺たちも急ごう。わかっとる。さすがにあのでかさは力を一人じゃ厳しいような気がするけどな。え？調べる。自然よ、ウカに力を貸して。力をくれ。頑張りますもん。お、いった。危ねえ、ギリギリ。ロックブレイク。すげえ。おお。やる。これで全員か。今、ジカラオが中を確認してる。ジカラオが？ありがとう。あんたらのおかげで本当に助かったよ。あのでっかいのがいなかったら岩をどけることさえできなかった。ジカロ初めて褒められたんだ。お、何？岩が爆弾。岩、まさかここを狙って。おーい、ここにいると危険よ。早く避難を。え、ボス的の予感。ニア、危なーい。力をさーん。さすが。
力？早く逃げる！逃げろ逃げろ早く！おい、あそこを見ろ！ゴゴールだ！ゴリラかよ！あいつが落石を起こした犯人じゃないか？早く逃げろ！あいつが犯人？このままだとまた生き埋めにされちまうぞ！早く逃げろ！来るぞ。待て、話する。話？ゴリラと。待って、力を。まったく、どうして一人で先走っちゃうかな。まあ、力をならゴゴールと話もできそうな気はするけどね。確かにね。なんかないの？なんもない。わあ、すごい氷のテカリが綺麗。どこ行った？うわ、83。何あれ、タスマン。この上？よし、さあ雪ゴリ、どこにいる？別の場所に逃げたのか。でも確かにこっちに来たもん。後ろか！あ、いた！激高のゴゴール。なぜ襲った？うわぁ、話になるはずないだろう。やめろ、おとなしくしろ。うわぁ、この分からずやめ。やっぱり、こうなるよね。お、51。まあ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 。まあまあまあ。まあまあまあ。まあまあ、いけますね。結構食らうな。はい、大臣解明。いいじゃない。伝わってくるよ。あれ、あっさり倒したな。ゴゴールが逃げるぞ。待て、逃げるな。力も待てよ。一人で深追いするのは危険だぞ。ダメ、全く効いてないもん。しゃあない、あと追うで。世話がかかるな。どこ行った？はい、どこ？どこだ？力をゴゴールは？ここにはいない、消えた。見失ってしまったようだな。仕方ないよ、相手はかなりすばしっこいしな。手がかりもなしか。探す、俺が見つけてみせる。怖いって。落ち着くんだ、力を。このまま闇雲に探してもらちが開かない。ここは一旦テオスアブレに戻り、エーベルトさんに報告した方がいいだろう。そうだね、ゴゴールを探すのはそれからだ。行こう、力を。いや、捕まえたところで何？ねえ、どうすんの？倒すしかないよ。もういいんじゃないの？逃げてきたし。エーベルトさん、見失った。すまん。おう、あんたたちか。みんな助けた、無事だ。ありがとう、あんた見かけのやつ、いいやつだな。けど、ゴゴールを逃がした、すまない。ゴゴール？実は落石事故はゴゴールの仕業だったんだ。でも取り逃がしちゃって。おいおい、ほんとかよ。ついさっき街中にゴゴールが現れて大暴れしていったんだぞ。最悪だな。何？間違いないのか？ああ、間違いない。近くにいた作業員たちを襲ったり、女性を掴んで塔に登って、ものすごい雄たけびを上げたり、それはもう大騒ぎだったんだぜ。ルクスリア君がすぐに追い払ってくれたから、幸い被害は小さかったけどよ。なんだよ、あいつ逃げるふりして街を襲ってたのかよ。許せん、ゴゴールを絶対に捕まえる。ちょっと待ってくれないか、力を。捕まえに行かないのか？どうしたんだ、メレフ。何か気になるのか？ふむ、どうにも腑に落ちなくてな。ゴゴールが逃げたのは街とは違う方角だ。柱を登ったわけでもなかったしな。いくら素早いと言っても、あそこから街を襲うことができるのか？ほう。確かに少し調べた方がいいかもね。力をゴゴールを捕まえに行く前に、街の人に話を聞いてみよう。うん。若干、ジカロさん、IQ がちょっと、知能指数が若干低めな。おーい、目撃者。タルは、ゴゴールのこと？私、いきなり体を掴まれて屋根の上に連れてかれたんです。もう死んじゃうかと思いましたよ。特に怪我はなかったので大丈夫ですけど、そういえばあんなにすごい騒ぎだったのに怪我人は一人も出なかったですね。ほう、そうなの？
建物とかもあまり壊されなかったですし、本当に好調の幸いですよ。おう、とにかく穴モンスター早く退治してくださいね。ゴールと見せかけた何者かの仕業なのかな。ゲルバさん、ゴールかえ。おばあちゃん、テオサウルスエモンでばったり鉢合わせしての。ああ、大丈夫だ。で、何もせずに町の外に逃げていっただけじゃ、足跡でも見つければ追いかけられるんじゃないかの。ただ、ゴールはな、気の優しいモンスターじゃ。嘘。普段は人など襲うことはないんじゃよ。きっと、ルクスリアの鎖国が解かれてあちこちで、岩塩窟を掘ろうとしとるから、びっくりして町に出てきてしまったんじゃないかね。ああ、なるほど。完遂。あ、帰ってきた。どうだった？帰ってきた。でも、あともう一回。成果だ。はい。あともう一回あればいける。いた。ジャモス。なんじゃ、ゴゴールを見たかじゃと？見たも何もあいつのせいでびっくりして腰を逃してしもうたんじゃ。そうっすか。そうさの、一目しか見とらんから、どんなゴゴールと言われてもの。そうじゃ、普通のゴゴールよりも体つきは小さかった気がするの。しかしゴゴールが街の中に現れるなんて珍しいこともあるもんじゃよ。ああ、ゴゴールは利口なモンスターじゃから、人間が多いところにはあまり寄りつかんのじゃ。頭が良くて優しいって。そんなイメージ全然ないけどね。きっと何か理由があるのかもしれんの。まあ、わしにわかるのはこれぐらいじゃよ。詳しいことは他の人に聞いてみるんじゃな。空箱オープン。パッカーン。はい。うん、大体情報集まった気がします。あ、めっちゃなんか次の目的地離れてるけど、え、どこだこれ。街の外に逃げてった足跡を追う感じですかね、これ。到着。さあ、急ぎましょう。ここだ。足跡を辿っていくのかな。はい。なるほどなるほど。はいはい、いけるよね、集中力もね。構造計算中。うん、いけそう。さあ辿ってこう。まだ足跡が残ってる。これなら後を追うことができるな。よし、必ず捕まえる。まあそういう意味だとあれだよね、ゴボールも力もなんか似てるよね。見た目は怖いけれども気は優しくて力持ちみたいなね。お、あ、いた。ゴゴールだ。おお。まで力を一人で戦おうとするな。あいつ町を襲った。町の人怖かった。絶対捕まえる。おい、力を。仕方ない、力を援護しよう。え、また戦うの。悲憤のゴゴール。え、何を悲しんでるの。どうした。何か訳ありなんだろうな、これな。あれ、何、どうした。もうやめろ、お前は俺に勝てない。やっぱり前に戦ったゴーゴールと違うね。明らかに体が小さい。しかしだとするともう一体のゴーゴールはどこに。え、あ、いた。お前あの時のやはり仲間だったのか。がー、月光と悲憤か。こいつら兄弟だ。ほう、兄弟分かるのか力を。俺は分かる、こいつは兄貴。弟を助けに来た。怒ってる怒ってる。来るぞ力を。おう、まあとはいっても2体でしょ。レベル52体ならば、まあ、終わらせるよ。こっちのフライトエリア、いいじゃん。よっ、コンセントレーション。いいね。あれ、また何何、あれ、なんかまたもう一体増えたぞ。でももう一体いなかった今。え、何何、あ、仲間。お父さん、お父さんかい。怒ってる怒ってる。張り合うな。
でか。負けてんじゃん。え、何何これ、何のゴゴール、フンヌのゴゴール、めっちゃ怒ってる。うわ増えた、ちょっと待った、あーちょっと待って、どうしよう、いかん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 、アレックス死んだ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これはちょっとヤバくないか、これはちょっとヤバいぞ、うわー強い、ちょっと待って、強い強い、ヤバい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 、トト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 、回復回復回復、おお負けた。強い、え、めっちゃ強くない、あれ負けたよね、そうだよね、あれ、次はボコボコにしてやる、めっちゃ強い、次はもっと頑張りますよ、めっちゃ強いんだけど、ちょっとレックスにしようか、覚醒ホムラー使いたい、一体だけ誘い出せないかな、あ、ダメ、あ、ダメ、あ、ダメ、あれ消えた、あ、また現れた、どういうこと、なにこれ、あ、ダメ、あ、やっぱみんな来るな、そう、ラストワイルド、ちょっと待って、なんだよ。お前猿じゃないの、猿なんじゃないのお前、ああちょっと待って待って待って待て、いやいや強っ、強いんだけど、めちゃめちゃ強いんだけど、えっちょっと待って、ちょっと手加減してやったもん、強すぎない、失敗したですもん、え、ワイルドガスバーストで3000ぐらい食らわなかった今、やべえわこれ、なにこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、メルフ死ぬ死ぬ、一回死ぬ、あちょっと待ってよ、え、ハイブリー、ハイブリー、次はボコボコにしてやる、強すぎる、ウカ、次はもっと頑張りますよ、うん、ごめん、無理です、ちょっと、もうちょっとレベル上げてから挑みましょう、はい、帰還した、あ、帰ってきた、やった、帰ってきたみたいだもん、やった間違えた、おかえりおかえり、よし、これで JD JD やったねー、さあ充電 50V 電池 GO、 そしてはい、たまった、やっとエネルギーが充電されたもん、ご主人いよいよですもん、そうもん、ついに花はアダルトな花にパワーアップするもん、よろしくお願いしますもん、大変だった、トナと父ちゃんにドーンと任せておくもん、大変だったよ、あ、久々の雷ガッシャン、おお。内部圧力安定してますもん、父ちゃん、もう少し電圧を上げるもん、トラ、これ以上負荷をかけたら危険だもん、え、この数値ではまだ足りない、大丈夫、ギリギリのラインまで攻める必要があるもん、わかったもん、キック、メーターをしっかり見てるもん、はい、ご主人様、そう、よし、準備完了だもん、なるのか、キフ、スイッチを入れるも、 JD なるのか、了解しましたも、
大丈夫、爆発しない。あ、花、目覚めの時だも。え、あれ、ブレーカー落ちたよ。おいおいおい、明かり全部消えてもうたで。ブレーカー開けてきて。真っ暗で何も見えへんよ。まさか失敗しちゃったんですか。どうかな。花を最初に起動した時も一瞬真っ暗になったし。でもちょっと長くない。あ、うん。お、来た。雷来た。なんですか。落雷か。みんな無事。大丈夫や。そのようなことより花は。お、あ、お、アダルティ、すげえ赤い、すげえ服着てるぞ、すげえ、めっちゃ成長してる。え、やったもん、成功だもん。花JDモードの誕生だもん。これスーパービキニアーマーじゃない、大丈夫。え、おはようございますな、皆さん。全然違うな。新しい花ちゃんですか。際どい。おー、ええやないか。ドラもなかなかの趣味しとるで。にしてもずいぶん大人っぽくなったの。やったー。なんや、うらやましいんか。その口二度と開かないようにしてる。お前の実力を見せに行くもん。ちょっとね、あのスカーフ何？しましたもん、ご主人。タッコした。こら、花、トラは一人で歩けるもん。ご主人は足が短いので、花と移動する場合はこの方が効率的に移動できますもん。ご主人様をディスってるんだもん。花に抱っこされてまるで赤ちゃんだな、ドラ。うお、ドラは赤ちゃんなんかじゃないもん。お、おろそ、さっさとおろそんだもん。早く戦いたいんだけど。楽ちんだよ、その方が。全然良くないもん。ほら、太いな。横から見るとすげえな。本邪魔子の石塚みたいじゃん。大人の階段を。花いや、JD 衣装際どすぎない。大丈夫これ。おお。じゃあ早速入れましょう。来ましたね。花の魔改造。コンプリート。素材集めや衣装作りなどを乗り越えてついにパワーアップした花 JD が誕生した。だが盾蔵の心はもう次へと向かっている。マジか。聞く JD。 盾蔵、花のジャッジメントデイモード。あ、そっかそっか、ジャッジメントデイか。 JD、 あれを作った時父親を超える瞬間を目の当たりにしたもん。いつの間にやらトラも成長して立派な技術者になったもんだもん。で、いやいや、私はまだ負けるつもりはないもん。今度こそミチンコよりも小さいヤングジャスティスモードを作りたいもん。いらないね。おお。確かに JD 大人って感じ。ちょ待って。ハナライズ。おお。メテル結晶1800あるな。これ何作れるんだ、つけれるんだ。今、マッスルカスタムがついてるな。へぇー。属性コア。氷。パーツも一応ついてはいるんだね。ほう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 。
ットパーツ。いいね。生命吸収つけよう。ここら辺まで解放してないからね。まあ、後ほど、タイガータイガーやって、貯めよう。確率 5%、攻撃を反射する。反射？はあ、反射ダメージか。ナノマシンリペア。HP 30% 以下の時、毎秒 HP が 0.6% 回復する。へぇー。絆最高の時、与えるダメージ 60% アップ。オーバークロック。観察眼、古代文明、森林学。おほほー。おほほほ。すげー。なんか、くのいちっぽいな、ちょっと。じゃあちょっと、世界中に戻ろうか。そこで、戦ってみようかな。ちょっとこの辺りの敵と戦ってみようかな。クラエモ、ほら来い。ほらにお任せだもん。ギュンギュンソード。あ、待った。アーツパープスの忘れた。おーおーおお、ライジングライジング。すげえな。おー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 おおおおおおお。ブレイクとライジング持ってるってすごいな、よく考えたら。めっちゃいいじゃん。マッシュ。はい。はーい、おーすげえ。おお、JD花の技術はサルベージにも応用できそうだしな。ブレイクとライジングか。よく考えたらトラすごいね。ダウン、ブレイク、ダウン、ライジング、スマッシュ、一通り全部持ってんじゃん。おいいよ。はい、ついに JD を手に入れました。というところで、今日はこの辺でおしまいにして、次回やっと、すいません、お待たせしました。世界中、根っこ登っていきましょう。というところで、ご視聴どうもありがとうございました。おお、なんでこれ。めっちゃ踊ってる。なんか若干古いよ、なんか踊りが。なげえ。すげえな。はい。ということで、また次回、よろしくお願いします。それでは